こんにちは、斉藤林業の金岡麻子です。本日は宮下様のお家にお邪魔させていただいてインタビューをさせていただけたらと思います。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速家づくりを始めたきっかけから教えていただけたらと思います。はい、結婚をしてしばらくアパートで暮らしてたんですけど、家賃が結構値上がってしまって、でそれを考えた上で、いや、お家された方がいいかなっていう話になり、家づくりを考えました。なるほど。じゃあそのお家づくりを始めるってなった時に、その斉藤林業を知ったきっかけっていうのはどんなところでしたか？私の部活の先生と一緒に遊んでて、でそれで、家ができたんだよって話になって、で相談してみたら、お家の見学会があるから来てみたらっていう話をいただいたので、行きました。そしたら斉藤林業さんだったので、その斉藤林業のお家を見てみて、その斉藤林業がいいなっていうか決め手というか、いいなって思った理由ポイントみたいなところってどんなところですか？やっぱりこう家に入った瞬間から印象が明るいというか、ただそのただ明るいってわけじゃなくって、こう木のお家なので木の明るさと木のぬくもりと、とてもこう全体的に温かい気持ちになったので、っていう印象でした。旦那様はどんな印象を持たれましたか？僕は初め、見学会入った時に、やっぱ木が多いなっていうのが第一印象でしたね。もう玄関入ってすぐどんどん、玄関からもずっと木が使われていて、でそこのお宅も吹き抜けがあって、吹き抜けの梁みたいなところも木がトーンがあって、それは結構印象的でしたね。やっぱり木のお家がいいなっていうことで、斉藤林業で、なるほど。家作りを考え始めた時、他社さんも検討されました？他社さんもインスタとかでいっぱいあって、当時某工務店がわーっていっぱい出たんですけど、やっぱこう見比べちゃって、でも実際は他の他社さんのところは行かずに、もうやっぱり斉藤林業がいいっていうのがあったので、正直どこも行ってないよね。1店舗だけ行った？1店舗行ったっけ？建てる？ああそう、行きました忘れてたそれぐらいもう記憶にないぐらい、もう斉藤林業が印象が強いのここでしたね。やっぱり比べちゃうと違いました。ありがとうございます。では続きまして、打ち合わせでこだわったポイントはどんなところですか？やはり木を使ったお家なので、木と光に結構こだわりました。明るさがあふれるお家にしたいっていうことと、あとはキッチンから立ってみて全体的に見渡せるようなお家、あとは家の中に誰がこう行ってもすぐ分かるようにリビングにみんなが集まれるような家を意識していました。なるほど。こだわりは書斎を作ってもらったんですけど、それはこだわりましたね。壁紙とか全体的な配色っていうのは言って、あとは全部クラさんにどうにかしてもらったと思います。なるほど。いい感じに、あの案が来たので、それは良かったなと思って。もう主催で作業がはかどるようなスペースかっていう。そうですね。あとはなんだっけ、電気の配線を決める時の立ち合いで、その現場監督の人が、いろいろこうアドバイスくれたので、いろいろその電源の取り方とかいうのは後々ですけど、こだわったりしはしましたかね。ちょっとしたコンセントの位置とか。そうそうですね。そうそう、だどこでも作業ができると、その部屋の中で。ちょっとしたそういうポイントが大事だったりしますよね。そうですね。斉藤林業の家の住み心地だったり、そのアパートにお住まいだったと思うんですけど、
のアパートとの違いみたいなところってどんなところだったりしますか、ね。まあ、アパートと違うのは湿気ですかね。一番は湿気が、特にアパートの場合はクローゼットっていうんですかね、あそこを洋服ずっとしまっとくと微妙にカビが生えてるような感じもあったんですけど、多分サイト林業さんで建てた僕のクローゼットは入ってもそんなに湿気感じないんで、そこはなんかでかいかなと思いますね。あとはうちの床は冬作りしてあるんで、なんか裸足で歩いてもあったかいし、まあ、感覚もいいので、そこはいい感じですね。はい。奥様はどんなところですかね。ああ、冬でも暖かい。なんで暖かいですね。日当たりがいいので、寒さをそんなに感じないです。うん、床は冷えないですよね。床冷えない。床冷えない。冬でも床は冷えない。冷たさ感じない。感じない。感じないですね。スリッパ履きたいっていうこともない。ない。それは大きいですよね。さあ、うちろう、ここのお家はどうですか。お家どうですか。恥ずかしいかな。恥ずかしいみたいね。よく走ってます。では続きまして、はい、担当者の印象もお伺いできたらと思います。はい、まず横山さんから。横山さんはガツガツもせず、うん、無視もされず、うん、スーパーほど良い距離感でいい感じです。そうだね。その一言に尽きる。そうだね。でも言えばちゃんとすぐ、うん、レスポンス早いんで、うん、それはすごい、助かりますね。一番苦労したのは土地探しの時なのか。そうだから、全部我々はサイトリングさんに丸投げをしたので、うん、土地探しから土地探しからやってもらったので、だいぶ探してもらったと思うんですよね。で、なんかね、ここがなぜか出てきた。あ、そうそう、探し出してくれた。探し出してくれて、だ相当こうね、今の生活圏内でこのぐらいの広さでということで、教えてくれました。飛び地の時もこの近くにこれがあるからとか、これいいけどこれがあるとちょっとあれだよねって話も全部してくれて、私のアドバイス、どういうところがいいかところから全部教えてくれました。すっごい助かりました。人柄もいいし、あったかいし。続いて設計のクリバラさん。クリバラさんも基本無茶振りしても大丈夫です。そうそうそう、何でも包み込んでくるね。何でも言うと何とかなってくるんで、図案として。そこはなんか良かったですね。わがまま言ってるね。そう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 、基本どうにかなるんで、どうにかしますってどうにかなってくるんで。打ち合わせしやすかったよね。うんうん、ジャムショもしやすいし、人柄がもう二人ともいい。そうそうそう、割と打ち合わせも和気あいあいと。そうそうそう、現場監督高橋とさん、はい。印象、はい、印象。高橋さんは我々の同級生のお兄ちゃんだったので、基本最初から結構フラットな感じで話が進んだんで良かったかな。さっきも言ったように配線のことだとか、うん、そうね、うん、こここうするといいよ、ここのカーテンこれにするといいかもとか、うん、言ってくれたよね。カーテンが違うんじゃない。カーテン、なんかって、うん、そうそう、じゃあもうお家作りもっと同時進行みたいな感じで、そうですね、見ながらアドバイスをしてくれる。配線してきは大丈夫かな。うん、そうなった、ありがたい。続きまして、住んでからのお気に入りポイントもあったりしますか。書斎かな。あ、書斎かな。マシリビングかな。書斎はどこがポイント。書斎はあれかな、なんだっけ、窓か、窓が2つあるんですよ。角に、そう、角に窓が2つあって、だから光がめっちゃ入ってくるっていうのと、まあ、あとは全体的な雰囲気、うん、一面棚に
そう、一面棚になってて収納もめっちゃあるし、あとはなんだ結構グレー、暗い配色なんですけど、はい、あんまり光もそんなに強くしたくなかったんで、こう横にライトつけてもらったりして、うん、結構落ち着いて作業ができるスペースにはなってるので、そこは大きいんですね。ご主人様が書斎で割と過ごす時間が多いってことだったんですけど、うん、はいはい、お家でお仕事とかされているんですか？そうですね、まあ、今私が大学院に通っていて、うん、そうで Zoom とかリモートで授業があるので、なるほど、 それでやっぱ書斎でやることがやっぱ増えたんですね、うん、まあ、あと書類も作んなきゃなってがありますかね。あとは、まあ、今副業みたいにサロンをこう自宅でやっているので、そう自宅で、うん、で土間に作業場があったりとか、うん、今子供部屋が一人空いているので、そこを施術するスペースとして今活用しているので、結構ね、あの来てもらう方はやっぱ木のもう入るとは木の匂いするわっていうのは結構聞いてて、で他の人なんかここ寝転がりたいとかもね言ってた人もいるので、やっぱ全体的に見ればやっぱ他の人の受けは結構いいかな、全体的にもねいいかなっていうのはありますね。なるほど、はい、お仕事の内容的にはどういったことを？もう今は整体みたいなものとパーソナルトレーニングをやったりとか、あとはインソールって言ってこの靴の中敷きを外も作るんですけど、そのこう機械を今あっちの土間があって、そこにこうドンとあのスペースを取ってやってるような感じですね。歩きやすく、そうそうです、歩くためにバランスを整えるようにそう使う作るものですね。てか、これ大事なんですか、インソール？それ大事ですね。靴はすごい大切なので、そうそうそう。トラブルが起きる前とかね、起きた後でもしっかりね、そこは整えていった方がいいかなと思うんですけど。なるほど。例えば、そういったところをご自宅でもされてる。そうですね。まあ、自宅でも、はい、やってるところですね。お仕事を始めたきっかけみたいなところはどんなところだったんですか？はじめは、うちのチビが、ちょっと足に障害があって、それで、まあ、インソールを、まあ、必要な状況になったので、そこからがっつり勉強するようになったんですよね。そうそう、で他にまあいろいろやりたいことも増えてきたので、まあ自宅が建ってスペースに余裕があるっていうのができたので、じゃあ少しずつ、うん、自分のできる範囲で進めていったっていうのが最初ですね。リビングはい、もう床に寝転んでふと見上げると大きな柱があって針があって、夜になるともう家事とか子育てとか世話なくすると、たまにこう満月がこう見えるんですよ、ね、そこの窓見て横の窓から見えてっていうのもあるので、ここが一番ほっとしてます。なるほど、光とかそういったところも最初の打ち合わせからこだわったのにおっしゃってましたね。いいです、はい、続きまして、アフターサービスについてお伺いできればと思います。アフターサービスは年に1回でしたっけ、来てくれるのって、はい、あの時にいろいろ相談できるのでいいですね。だから外壁の汚れが結構気になってて、うん、なんだっけあれはケルヒャーみたいな高圧洗浄機でやろうと思ってたところに来てくれてストップって言われたのでやっぱそういうこう我々では判断できないところが教えてくれるっていうのは、ね、ありがたいですし、結構ね油のその排水の詰まりとかその外のまあ普段我々が絶対見ないようなところを見ててくれるのでここはありがたいですね。ちょっとした床の傷とか、はい、こうしてもよく濡らして温めると治るよとか教えてくれまして、ありがたいです。もう安心して家に住むので、ね。そうですね。うん、まあ、あとは LINE ですぐ連絡すると対応してくれるので、まあ、なんだあれは、前橋のね、ところが近いので、グラさんがすぐ、ちょろっと来て作業してなんかさらっと帰ってくっていう時も何回かあったので、まあその辺は土地柄ありがたいと思います。最
最後になんですけれども、これからお家作りを考える方へのアドバイスを、うん、あの話していただけたらと思います。そうですね、まあ、まずはあの泊まれる家たくさんあるんで、サイトリン、うん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 、1個でしたっけ、2つもう1個できるんですよね。そうです ね、 ね、だから2つ目できるじゃないです か、 だからそれできれば2つ泊まった方がいいのかもしれないです、多分、うん、吉岡も結構いいですけど、2つ泊まって違う環境にあった中のその家の立ち位置っていうのを感じてもらって、まあ、まあほぼ嫌な感じはないと思うんですけど、まあ、そういう体験をしっかりしてもらった方が僕はいいかなと思います。他の家もしっかりですけど、はい、私はもう直感で動いてしまうタイプなんですけど、サルトリンギョ外れはないんで、すごくおすすめしてます。はい。まあでもね、どんなメーカーさん見て選ぶのも全然間違いのはないので、でもね、体験したら違いが分かるから、全然違いが分かると思う。行ってみてもらうと早いですよ、多分。行ってみて。うん、今何歳ですか？何歳？本日は宮下様のお家にお邪魔させていただいてインタビューをさせていただきました。本日は宮下様ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。